合法権は、中華人民共和国の軍人。1915年、厚生省吉安市、英雄県に生まれる。1930年、中央ソビエト区で、中国共産主義青年団に参加。また、中国高農工軍に参加。調整にも参加。1932年、中国共産党入党。抗日戦争期、解放戦争期を通して、八軍。 新四軍、東北民主、貫根軍で活動。中華人民共和国建国後は、主に空軍の創立、発展に従事し、空軍副政治員、空軍政治員、空軍司令員を務める。1955年、中国人民解放軍中将に任じられる。林氷との密接な関係で知られ、林氷の推薦で1965年に空軍司令員となり、 林氷のこの林立公、林立家を空軍で引き受ける。文化大革命中は、さらに、中国人民解放軍副総参謀長、中国共産党中央軍事委員会弁事組、副組長、中国共産党中央政治局委員を務める。いわゆる林氷派、四大混合の一人であった。1971年9月、林氷事件に連座するが、 ご法権ら林票派将軍は9月13日の林票逃亡は事前に全く知らなかったという。9月24日午前8時頃他の林票派将軍と共に人民大会堂復権庁に呼び出され周恩来より、毛沢東の採下による全職務解任、隔離審査の通告を受ける。直ちに解放軍北京英塾通県連部に連行され、以後家族を含め外部との連絡を立た,たれる。 1973年8月中国共産党を除名される。1976年12月には新庄監獄に投獄される。1980年11月から1981年1月の中国最高人民法院特別法廷で懲役17年、政治権利剥奪5年の判決を受ける隔離審査期間は契機に繰り込み。 1981年9月、病気治療を理由に仮釈放される。以後、三島省災難で一市民として生活する。細隣行きは約40平方メートルの部屋で妻と生活。1988年景気満了以後は退職高級幹部の待遇を受ける。晩年は農書家で知られた。また1995年に完成する改装録を執筆した。 死後香港で出版された、海藻録、合法権海奥録歳月観覧は、中国現代史の貴重な記録であり、特に、林氷事件について、中国での公式見解に強く意義を唱えている。2000年の一い血で倒れ入院し、意識不明のまま2004年10月17日逝去。ありがとうございます。